新興宗教の2世とのことなんですけれども、はいはい、どちらの、あの宗教なんですか？それはちょっと言えないんですけど、それはちょっと言えないんですけど、まあ、こういう系です。はい。脱会されたんですか？そうですね。中学に上がるタイミングで脱会しました。なんかその理由って何なんですか？まず、幼少期の頃から、まあ、やっぱり宗教2世だと、まあ、生まれた時からその宗教にどっぷり、まあ、使ってる、家で生まれてるので、まあ、おのずと、まあ、信者になるわけじゃないですか。で、物心ついた時から、あの、地元で、その宗教の布教のビラ配りをしたりとか、あとはマンションに行って、ビラ配りしたりとか。で、なんか幼少期だと、なんかちっちゃい子にそういう宗教勧誘とかされると、なんかおばさんとかにされるよりも、あ、じゃあちょっともらってあげようかなって思ったりしませんかね。だからなんかそういう子をしてて、で、それで、で、私が小学2年生ぐらいになった時に、なんか Windows 95のパソコンが家に来て、で、それでその時によくなんか2チャンネルの、まあ2チャンネルがすごい盛り上がってる時期で、で、それでやっぱりそういう新興宗教とかって、やっぱりそういう2チャンネルとかでめちゃめちゃ叩かれるんですよ。だからもう、これはもう私が出るしかないみたいな感じで、もうめちゃめちゃその宗教のその教祖はこんなに素晴らしいんだとか、この宗教はもうこんな素晴らしいとこがあるみたいな。お前黙れやみたいな感じのもうバッサバッサ書きまくって、もうほんと戦士のようにもう諸悪の根源を倒していくぞみたいな感じでもうバーってやってたんですけど、やっぱりインターネットに触れてると、まあ、いろんな情報が入ってくるわけじゃないですか。だからなんかその宗教のなんか自分宗教の中でしか知れなかったことじゃない情報とかがたくさん入ってきて、でなんかあれみたいな、なんかちょっと疑問が生まれてきて、なんかそれでなんか宗教の人とかになんかこういう疑問があるんだけどどう思うかとか、親とかにどう思うかみたいな感じで質問したら、もう無視みたいな感じで。で、あとはなんか、あ、プラスで、なんか例えばなんか小学校とかで100点取ったとか、あとピアノずっと鳴らしたんですけど、なんかピアノ発表会で超いい演奏できたってなっても、努力はちょっとはなんか認めてくれるんですけど、まあなんかお祈りのおかげだよね、みたいな。お祈りしたから、なんかそういう、あの、いいことができたんだよね、みたいな感じで、結構ちっちゃい頃から言われることが多くて。で、なんかあれ、なんか努力してるけど、あ、全部お祈りなんだ、みたいな。お祈りありきなんだ、私の努力は、みたいな感じのフラストレーションが結構溜まっていって、で、それで小3、小4ぐらいで、ちょっともう、あれだな、みたいな。ちょっと、この宗教もう、進行できないかもしれんなって思い始めて、ちょっと中学受験するか、みたいな感じで。やっぱりああいう宗教って、なんか地域とかで包括してやってるんで、そのちょっと地元から離れたいなっていうのがあったんで、ちょっと私立の皇居の近くの方のちょっと女子校行ったんですけど、で、そのタイミングで、やっぱりなんかその宗教、生まれてからずっと信じてたものが信じられなくなったり、なんか信じられないイコールちょっと親の思想と全く違うから、なんか今まで十何年間も、なんか何のために時間をこの宗教に費やしてきたんだろうって思ったらすごいフラストレーションが溜まってしまって、で、そのせいでちょっと不良というか、まあ女子校に入ったんですけど、ちょっと、まあ悪い子たちとつるむようになっちゃって、で、家出少女になっちゃったんですよ。で、それで、まあそうですね、まあ、家出少女になっちゃって、で、もうなんか、そうだな、お金がなくなってきて、で、それで家に帰ったら、なんか、めちゃめちゃ、なんか怒られるのかな、みたいな感じで、家の中入ってったら、うん、なんか私が祈ったおかげで帰ってきてくれたのね、とか言われて、あ、もう、マジで脱会しようって思って、脱会しました。